地後久留米藩の第六代藩主。久留米藩有馬家七代。遠方二年、旗本、石野即院の伊豆として生まれる。石野氏有馬氏は共に赤松氏の初流であり、久留米有馬家の祖、有馬則友の娘は、石の氏光に嫁いでいる。則忠氏は、氏光の矢者子であり、有馬則友の外来孫にあたる。上京元年、旗本、有馬即位への養子となる。 元禄5年10月28日、第五代将軍、徳川綱吉におまみする。法永3年4月、久留米藩主、有馬頼宗の末期養子となり、5月2日に正式に医療を継承する。当初、久留米藩有馬家では乗り、ただしの次男、大次郎を養子師に迎えることを考えていたものの、幕府の指示により即ただしに改めたようである。 法営3年12月19日、14に下現場頭に除任する。後に自重に任官する。聖徳3年4月12日、初めてお国入りする許可を得る。藩主となってからは改革に努めた。当時の藩は財政が悪化しており、則田,田氏は役人の整理や実力による管理の登用や倹約によって財政を立て直そうとした。また、 過労の合議体制を弱め、藩主の実験を強化した。教法14年7月6日、隠居して4男の来に家督を譲る。原文3年4月1日死去、去年65。ありがとうございます。